ベイカレーは20年以降で利益が急成長した。なぜ？白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はベイカレーと株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ベイカレーの業績数字のですね、推移から確認していきたいと思います。はい、ベイカレーなんですけれども、はい、まず2016年度から2019年度の数字とですね、今度は19年を起点とした20年以降23年までというのを2段階で分けて見ていきたいと思います。はい、で最初にですね、2016年度から2019年度の実績ということなんですけれども、はい、結論から言うと結構横ばいということですね。正直そんなに効率性という意味では伸びてなかったということです。はい、例えば生産性ですね、従業員1人当たりの営業利益というのを見たときに、244万円から238万円ということで、伸びてなかったということです。はい、そして当期純利益の率ですね、売上に対しての当期純利益の割合で見た時も、7% から 9% ですね。はい、そして ROE、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね。ベイカレントが持っている自己資本、純資産をどれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでますかという、資金の効率性、お金の使い方の上手さですね。投資家にとってはですね、ベイカレントという企業を通じて上げることができる最大利回りの数字になりますけれども、はい、こちらの方が 12% から 13% ということで、はい、この期間は正直、ベイカレントは効率性という意味ではですね、伸びてなかったということです。はい、ところがですね、今度は19年を起点として、20年以降23年にかけてということなんですけど、はい、この期間で急成長しているということで、はい、生産性に関してはですね、従業員1人当たりの営業利益は238万円が878万円ということで 3.7 倍生産性が上がっているということです。はい、そして当期純利益の率ですね、売上に対しての当期純利益の割合は 9% から 27% で3倍で、 ROE 自己資本利益率、資金の効率性に関しても 13% が 36% なので3倍ということで急成長の数字になっています。はい、でなんでこんなに数字が変わったのか、何が原因だったのかということなんですけれども、はい、ズバリですね、20年以降にベイカレントに大きな外部環境の追い風が吹いたということです。はい、すなわちですね、 DX の波ですね、デジタルトランスフォーメーションということで、究極的にはですね、デジタルをうまく活用することによって組織企業というのを抜本的に革新していきましょうというですね、このネットを使っていきましょうというこの DX の波っていうのが来たということです。はい、ちなみに時系列だった場合ですね、これ外部環境ということになりますけれども、はい、日本の大企業の外部環境ですね、2018年に政府がですね、この DX に関しての研究会というのを発足しています。経済産業省の中に、研究会というのが立ち上がったということです。はい、そして2年後ですね、2020年にですね、政府はデジタル庁というんですね、はっきり言ったら専門の省庁というのを作るということを決めたということです。はい、そして2020年の末にですね、政府が日本の大企業500社の調査結果っていうのを発表したということで、はい、日本の大企業500社のうち9割が DX、要するにインターネットを活用したですね、業務を通じて、組織企業っていうのを革新していくというこの DX への取り組みがゼロまたは極めて不十分というふうに発表したということです。はい、それで結局日本の大企業もですね、DX に設備投資っていうのをどんどん増加していさせることになっていったということです。はい、で何にせ当時の日本の大企業の9割っていうのはですね、電話コピー機ファックス機、そしてコピーとファックスの複合機で仕事をしていて、紙の稟議書に順番に印鑑を押しながら確認と決済っていうのをしていたくらいなので、DX どころか最初のデジタル化さえ始まってなかったということです。はい、別にですね、パソコンとかインターネットとか、そういったので、を中心に、業務しなかったとしても紙コピー機ファックス機で、全然従来通りですね、業務っていうのをやってましたということです。はい、一方ですね、
ベイカレントはまあコンサル業ですということですよね。まあ、企業に対してまあ経営のアドバイスとか支援をする会社ということです。はい。そしてですね、まあ、コンサルの収益構造っていうのはですね、コンサルの一人当たりの単価ですよね。そしてコンサルがそのプロジェクトに何人入るのか、そしてコンサルがですね、まあ、どれぐらいの期間ですね、まあ、稼働するのかというコンサルの一人単価×人数×稼働期間というのでまあ決まるということで、はい。要するに、まあ、単価いくらのコンサルが何人どれくらいの期間稼働するプロジェクトなのかというので1プロジェクトあたりの売上っていうのが決まるということですね。はい。なので、まあ、コンサルっていうのは超労働集約型の収益構造ということです。まあ、はっきり言ったら時間の切り売りということですね。はい。そして、まあ、DX の波っていうのが来る前はですね、まあ、戦略立案系のコンサルっていうのが中心でしたということです。だから、まあ、相手の日本の大企業が顧客ということになるわけですけど、まあ、日本の大企業相手にですね、まあ、一緒にまあ今後の方向性戦略っていうのをまあ作っていくというそのまあ支援コンサルっていうのが中心だったので、はい。まあ、コンサルの一人単価っていうのはこれはまあ高いわけですよね。やっぱりこうある程度こう広い範囲に対して高度な知識っていうのを持ってないと企業のまあ戦略を立案するまあその支援っていうのはできないので、だからまあ一人当たりの単価っていうのは高いですということですよね。で、人数に関してはまあはっきり言ったら相手企業次第ということになります。それだけまあ調査っていうのがすごく大変だっていう企業であればそれ相応のコンサルっていうのをまあ調査分析で入れる必要があるということですよね。まあ、はっきり言ったら相応の人数ということです。はい。ただ期間に関してははっきり言って短いということで、まあ、もちろんプロジェクト単位でまあ変わるわけですけど、まあ、業界平均としては3ヶ月ということです。はい。だから調査して分析して戦略の立案を支援するということですよね。はい。しかしですね、まあ、DX の波っていうのが来た後っていうのは、まあ、戦略立案で終わりじゃないわけですよ。要するに相手の企業が今後こういう方向性で、まあ、企業経営をやっていった方が成功するという、まあ、その戦略の立案を支援する。それで今までだったら、まあ、はっきり言ったら終わってたわけですけど、その後 IT コンサルですね。だから IT 企業にどういう IT の仕組みシステムっていうのを作っていった方がいいのかっていうのをコンサルして、そしてそれを実際自分たち、まあ、つまりベイカレントが受け負うということですよね。はい。そしてシステム開発をして、で、その作ったシステムっていうのを納品して、まあそのシステムっていうのをですね、まあ、はっきり言ったらベイカレントが作ってるシステムですから、まあ相手の法人顧客がそのままですね、まあ自分たちだけで使うっていうのが難しいということであれば、まあ、そのまま引き続きでシステムの運用保守に当たるということで、まあ、一気にコンサルがですね、戦略立案のコンサルから総合的なコンサルっていうふうに変わっていったということです。はい。だからまあ戦略立案を支援しました。あとはまあこの戦略通りですね、まあ、はっきり言って御社でですね、まあ、経営を進めていってくださいというのがですね、まあ、実際まあこういう IT があった方がいいんじゃないですかと、仕組みシステムがあった方がいいんじゃないですか、あ、だったらうちで作りますと、システム開発受け負いますと、で、実際にシステムを納品しました。そして、まあ、相手の企業が、自分たちで運用するのが難しいということであれば、まあ、ベイカレントの、まあ、社員が引き続きその納品したシステムの運用保守に当たるということですよね。で、そうすると、まあ、コンサルの、まあ、一人単価っていうのは、まあ、これはまあ従来通りということになるわけですけど、まあ、はっきり言った投入する人数っていうのは圧倒的に増えるということですよね。まあ、一気に人数が多くなりますということです。そして何より期間がまあ圧倒的に長くなるということですね。はい。特に、まあ、期間に注目した場合はですね、まあ、戦略系であれば、まあ、業界平均としては3ヶ月ということです。まあ、調査して分析して戦略立案を支援して戦略を作るということであれば、まあ、3ヶ月あれば全然作れるということですよね。ところが IT ということになると、じゃあそもそもどういう IT の仕組みシステムを入れた方がいいのか、そしてシステム開発をして、納品して、運用して、保守ですから。だから、まあ、はっきり言ったら数年とか、もしくはもう解約、コンサル契約を解約しない限りは、ほぼ永続的にというふうに、もう期間が圧倒的に長くなったということですね。はい。しかも、まあ、戦略立案以外の IT 系コンサルっていうのは、まあ、IT に強ければ入社間もない給料も低い新米コンサルの追加投入で OK ということですよね。戦略を作るっていうことになると、まあ、知識っていうのが まずすごく広く、知ってないといけないし、かつその専門的にかなり深く知ってないと、やっぱりこう戦略を立案するのを支援するっていうのは難しいわけですよね。
それこそこう入社間もない新米コンサルではとても無理なわけです。そのはっきり言ったら、まあ、経済とかビジネスの全体像みたいなのが分かってないと、まあ、戦略立案の支援コンサルっていうのはできないわけです。ところが IT ということになると、まあ、はっきり言ったら年齢が若ければですね、ある程度そのパソコンとかインターネットとかっていうのには全然まあ普通にまあ使い続けてきてた、まあ、そういう世代だったりするので、まあ、はっきり言って IT にまあ強ければですね、 IT コンサルとかまあシステム開発運用保守というのは、まあ、はっきり言ったら新米コンサルでも全然いけるということです。要するに IT にどれだけ強いかということで、強ければ別にその業界のまあ知識とか経験っていうのはそんなになかったとしても全然いけるということです。はい、要するにですね、まあ、人数かける期間っていうので、まあ、プロジェクト単価っていうのは変わってくるわけですけど、はい、まず投入する人数っていうのは圧倒的に増えますと。で、期間がとにかくめちゃくちゃ長くなるわけですよね。で、そうすると、まあ、一法人顧客から受け取ることができる、まあ、報酬っていうのは大幅に上昇するわけです。はい。しかし、いざ追加投入するコンサルっていうのは、これは給料の低い社員の追加投入でいいわけですよね。要するに、最初に会社の方向性っていうのを決める戦略のコンサル、戦略立案のコンサルに、まあ、一番こう、力がある、まあ、はっきり言った単価の高い、コンサルが実際3ヶ月とか、最初の3ヶ月とか入ればいいということになりますから、その後の、まあ、IT系にまあ切り替わった後っていうのは必ずしもその単価が高い、まあ、一番力があるコンサルが入る必要はないということですよね。まあ、はっきり言ったら入ったばっかりの給料が低い社員でも全然いいということになります。はい、そうすると、まあ、報酬はどん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 大きくなるわけです。もうこの単純な掛け算なので、まあ、人数かける期間っていうので掛け算なので、だから報酬はものすごく大きくなりますと。でも追加投入する社員っていうのはどん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 給料が低い社員っていうのが追加投入されていくので、だから報酬と経費の間にまあ利ざやが発生するということですよね。だからまあ結局ベーカレントのまあ生産性、従業員1人当たりの営業利益とか、もしくは当期純利益の割合とか、もしくは ROE 自己資本利益率が大幅に上がっているということになります。はい、ではですね、まあ、DX コンサル、まあ、デジタルトランスフォーメーションのコンサルとしての、まあ、ベーカレントですね、まあ、競争優位性はどういったところにあるのかということで、もちろん DX コンサルっていうのはですね、まあ、ベーカレント以外にも競合他社っていうのは何社もやってるわけで、まあ、その競合他社に比べて、じゃあベーカレントは何、どこに強みがあるのか、優位性があるのかということなんですけど、はい、今回は大きく2点挙げています。はい、すなわちですね、まあ、ベーカレントの優位性ということなんですけど、まず一つは IT の現場で、まあ、実装運用保守ができる社員が多いというのが優位性です。はい、でもう一つは、まあ、営業は営業専属の組織っていうのが、まあ、ガンガン営業するということですね。まあ、この2点が今回は挙げている優位性ということになります。はい、で最初にですね、まあ、IT の現場で実装運用保守ができる社員が多いということなんですけれども、ベーカレントっていう会社は1回ですね、まあ合併買収で、まあ、法人的には消滅してる会社なんですよね。で、消滅してもう一回上場し直してるという会社なんですけど、はい、ベーカレントはもともとですね、パソコンで現場仕事をしていた仕事集団だったんですよね。だから、まあ、パソコン使ってですね、まあ、はっきり言ったら相手企業のですね、まあ、それこそ、まあ、はっきり言ったら現場の、まあ、小さな仕事っていうのをたくさん受け負って、まあ、それで、まあ、解決してた、まあ、そういう会社だったわけです。だから、まあ、企業の雰囲気とか、まあ、企業風土みたいなのも今のベーカレントとは全然違うんですよね。うん、どっちかって言ったらかなり、まあ、緩い、まあ、はっきり言ったらパソコンを使った仕事をする、まあ、仕事集団みたいなのが元々の旧ベーカレントでした。その旧ベーカレントをですね、まあ、この高学歴層ですよね。もう東大卒とか京大卒とかですね、もしくは大手の外資系のコンサルをの経験者とか、まあ、そういった、まあ、本当に高学歴層がですね、まあ、その旧ベーカレントをですね、まあ、合併買収したんですよね。で、それで一回旧ベーカレントは法人として消滅して、で合併買収が終わった後にもう一回ベーカレントは再上場しているという、まあ、そういう会社になっています。はい、だからですね、まあ、ベーカレントにはこの2種類のコンサルっていうのがもともとたくさんいたんですよね。うん、なので一つはこう戦略立案を行う、まあ、いわゆる高学歴層です。うん、だからまあそのビジネスに対してものすごく広い分野の知識を持っている、そして、まあ、ある分野に関してはすごく深い知識を持っている、まあ、それこそ本を1冊2冊ですね、まあ、はっきり言ってコンサルに関して
書くことができるぐらいの、まあ、そういう高学歴の、まあ、いわゆるエリートコンサルっていうのがまずいますということですよね。で、普通の競合はここだけなんですけど、ベイカレントの場合はプラスして IT 実装の現場仕事ができる、だからシステム開発をするとか運用をできるとか、まあ、そういう現場の、パソコン関係ですよね、まあ、仕組みシステム関係 IT 関係の仕事をする、そういった、まあ、コンサル層っていうのもいると、両方がいるっていうのが、まあ、ベイカレントの特徴です。はい、一方ですね、まあ、例えば野村総研などの競合っていうのはですね、まあ、戦略立案はもちろんできるわけですよ、まあ、プロですからね。しかし実際じゃあこういうシステムを作りますと、作りましょうと、で野村総研がそのシステム開発受け負いましたということになると、そのシステムに関しては野村総研完結では普通作らないんですね。まあ、一部は作るかもしれないですけど、完成させるってことになると、この実装に関しては基本的に外注をたくさん使うということになります。はい、で一般的にシステム開発っていうのはもう建設業界と同じような、まあ、階層構造になっているということですよね。例えばその建設会社っていうのは、まあ、スーパーゼネコンと呼ばれている会社がまあ5社ありますよね。まあ、例えば鹿島だとか、まあ、大成建設だとかですね、まあ、清水建設だとかですね、大林組とか、まあ、そういった、まあ、スーパーゼネコンと呼ばれている会社がまあ日本に5社ありますということです。でこのスーパーゼネコンがまあ総合的に請け負うわけですよね。1回だから、まあ、そのスーパーゼネコンが請け負いますと。じゃあそのスーパーゼネコンだけで、まあ、結局請け負った建設物っていうのを作るかといったらそうじゃないわけですよ。そこからどんどん仕事を割り振っていくわけですよね。でそれで、まあ、結局スーパーゼネコンが一次下請けですよね。でそしてそれを、まあ、例えばサブコンに二次下請けしてもらって、そしてさらにそのサブコンがですね、もっと細かいですね、それこそ階段だとか窓だとかっていうところで、まあ、どんどん細かいところをですね、まあ、中小企業とかもしくは個人事業主に、まあ、仕事を割り振っていくということで、まあ、ものすごいですね、まあ、階層型で、まあ、結局一つの大きな、まあ、建設物っていうのを、まあ、作っていくということになるわけです。はい、まあ、これは、まあ、リアルのですね、まあ、物理世界での建築建設ということになるわけですけど、まあ、インターネットの世界の仕組み、ですよね、システム開発も、まあ、基本的には同じということです。はい、だから、まあ、競合のシステム開発っていうことになると、まあ、外注費など間接費っていうのが多く発生するわけですよね。だから、まあ、一次下請け、二次下請け、三次下請け、まあ、そしてまあ中小企業を個人事業主みたいな感じでいっぱいこう間接費っていうのが、発生するので、だからプロジェクト全体の売上っていうのは大きかったとしても一社一社の利益率っていうのは低いということです。だからスーパーゼネコン5社がですね、まあ、大きなですね、もう本当に 何百億とか何千億というか、工事っていうのを取ってきたとしても、それをみんなでまあ分けていくという形になるので、一社一社の利益率っていうのはやっぱりこう建築の世界、建設の世界っていうのは低いということです。はい、一方ベイカレントの場合はですね、まあ、基本的に自社の社員っていうのがシステム開発実装運用保守というのをまあやっていくということです。はい、まあ、そのまあ パソコンとか IT とかですね、まあ、仕組みを開発するシステム開発系の社員っていうのがたくさんいるということです。はい、そしてまあ間接経費が発生しないわけですよね。外注すれば間接経費が発生しますけど、自社で作るってことになるとこれは間接経費が発生しませんということです。はい、しかも、まあ、はっきり言って社員の給料というのは基本的に固定費ですから変動費じゃないですよね。だから、まあ、社員の給料というのは、まあ、はっきり言ったら、まあ、月単位とか1年単位で決まってるわけですよ。だからどれだけたくさんコンサルして、どれだけたくさんシステム開発したとしても、まあ、だからって言って経費、会社全体として見た時の経費っていうのが大きくガンと上がるわけじゃないということですよね。だから、まあ、はっきり言ってもう固定費を抱えてるんで、あとはもうたくさんですね、コンサルしたりシステム開発したり、まあ、システム運用したら、もうその分はどんどん利益として上がっていくということです。はい、またですね、まあ、もう一つの、まあ、優位性ということなんですけど、今度は営業ですね。営業は営業専属の組織っていうのが、まあ、ガンガンで営業するっていうのが、まあ、ベイカレントの大きな優位性になってます。まあ、どんどん、まあ、新規でですね、まあ、社員を雇用してますと。しかし社員を増やし続けたとしても社員の稼働率は 90% 以上を維持するということで、まあ、なので、まあ、結局社員のですね、まあ、90% 以上は何らかのコンサルに関わってるという状態をずっと、まあ、維持するというのを、まあ、ベイカレントは方針として持ってますということです。はい、
そのためには当然ですけれども、まあ、新規のコンサル案件っていうのをどんどん獲得し続ける必要があるということですね。まあ、社員は増えました、だけど増えたんだけど何のコンサルにも関わってないということであれば、社員の稼働率は下がっていってしまいますから、社員を増やし続ける、で新規のコンサル案件も増やし続ける、結果的には社員は何らかのコンサルにですね、まあ、携わっているという状態を維持するということです。はい、なので、まあ、営業専属の組織がですね、まあ、ガンガンテレアポを取り続けているということです。はい、なぜかっていうと、まあ、電話で面談約束が取れる企業っていうのはまだ DX が進んでない企業ということが考えられるわけですね。であれば、まあ、DX コンサルっていうのを、まあ、売りやすいということです。だから電話とかコピー機とかファックスとか複合機とか、まあ、そういったので、まあ、仕事するんじゃなくてですね、まあ、どんどん、まあコンピューターとかインターネットを活用してですね、まあ、業務を効率化していきませんかという、まあ、そのコンサルが売りやすいということです。はい。で、まあ、営業も結局最後は量なんですよね。まあ、質っていうのは量があって初めて質っていうのは高まっていくので、まあ、結局量ということになります。はい。そしてですね、まあ、ベーカレントはその量を、まあ、圧倒的にやる会社ということですね。はい。で、もし例えるならば、まあ、コンサル業界の、まあ、キーエンスという言い方もできます。はい。よってですね、まあ、ベーカレントはコンサル会社でありながら、競合に比べて圧倒的に強いのは営業ということです。はい。ゆえにですね、まあ、ベーカレントを一旦まとめていくと、まあ、ベーカレントはまず機会チャンスとしては DX、デジタルトランスフォーメーションの波ということで、まあ、大企業はですね、まあ、どんどん、まあ、インターネット関連で仕組み化、システム化していくのにですね、まあ、設備投資っていうのを行うという、まあ、そういう DX、デジタルトランスフォーメーションの波がありますと。で、それに対して、まあ、ベーカレントの強みとしては今回2点挙げているんですけれども、一つはIT をですね、まあ、自社で実装から最後の運用保守までできるというのが一つです。はい。なので、まあ、間接費が発生しないんで、利益率がどんどん上がっていくということですね。で、もう一つは圧倒的な量をこなす、もう営業力ということです。はい。結果、まあ、伸びてる市場で、なおかつシェアを拡大するということを通じてですね、まあ、今後もベーカレントは利益成長し続ける可能性が高いというふうに分析しています。はい。であればですね、株式市場の、まあ、ベーカレントに対する、まあ、高い期待っていうのもですね、まあ、はっきり言って妥当ということです。まあ、今後ほぼほぼ 99.99% 以上伸び続けるというふうに考えられる、まあ、ベーカレントがですね、まあ、高い期待で評価されているっていうのは、まあ、妥当ということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、ベーカレント今後の株価はですね、5639円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回はベーカレント株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを4点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、まあ、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。4点目、安全性を高める6つの投資先。資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう